皆さんこんにちは、相馬もみじ役の半めぐみです。このキャラクターのここが一押しということなんですけども、やっぱり自分の演じたキャラクターが付き合いが長くなってきたのでもみじです。はい、どこがと言いますと、もう彼の全てですね。すごく思いやりがあって、一体どこで ああやってこう達観してこう物を見れたり人を思えたりするのかなっていうのをすごく彼を演じて通して私自身も学んで、なんかいつもやっぱり誰かの幸せを願っている彼は私にとってはすごく憧れというか尊敬する存在だなと演じながら思っております。はい、ついにファイナルシーズンが放送となります。なんて言うんでしょう、もう2期の終わりでもうすごい真実が明かされて、ここで終わるのというところで終わったので、ついに終わりが始まります。なので皆さんにはこの物語の終末というか結末をどうぞ最後の方まで見守っていただけると幸いです。思いが募っていっぱい